その水口社長がですね、その7年間、26歳から33歳までですかね、ロンドンにいらっしゃった、その20代から30代前半で一番その伸び盛りの頃ですね、海外で過ごされたということなんですが、その時に受けた刺激とかですね、どういうものがあったんでしょうか。そうですね。今、日本でグローバル化っていろいろ言われてますが、もう40年前、もう40年近く前ですが、もうすでに英国では、グローバルスタンダードというものがもうすでになされていて、例えば社員の給料は一人一人みんな違うんですよ。当時から。もちろん何年に入社したから賃金いくらって、それは何歳だからっていうのは全然関係ないですね。どういう仕事をするんで、ただ秘書的な仕事はいくらぐらいとか、営相場業部と。長はだいたい相場としてはこれぐらいとか、そういう世間的な職種に対する相場はありますけれども、あとは本人が、実際にやるのにこれだけ欲しいと。でそれに対して、我々本当にやってもらえるかどうかわからない。だからとりあえず2年か3年でそういう成果をね、上げることを目標に、じゃあこれだけ払いましょうと、みんな個々に交渉するわ交けです渉するわね。けですね。で秘書でも、私はこれだけ頑張ったから給料上げてくれと。でそれに対して会社側は本当によく頑張ってくれたから上げましょうというのか、あんまり成果上がってないよと、そんな上げられないよといった場合には、もう本人は辞めるか、それを甘んじて受け入れて引き続き勤めるか、これはまた今度は本人が判断すると、もうそういう世界なんですよね。じゃあもうそのまさに野球選手のような野そ球選の連手、邦交そう渉ですを毎ね、年してるということですね。そうそれは40年前からロンドンでは行われていた。行われていた。そういう社会が当時からあるんですね。だから社員一人一人全部給料はバラバラなんですね。やっぱり年功序列、給料が年齢で、大学卒何年でいくらと、こういう給与体系はもうそろそろ、時代遅れ。まあ時代遅れとは言わないけど、それが本当にフェア、フェアかどうか。向こうの国ではフェアっていう言葉を使うんですね。平等とそのフェア、公平とは言葉が違うんですよね。よく働いて成果を上げる人は、怠けてて成果上がらない人よりも給料高いのは当然ですよね。これがフェアな世界ですよね。でも働いても働かなくても給料変わらないっていうのは、これはやっぱりアンフェアですね、向こうで言うよね。この辺が日本ではまあ混同されてるんですね。ずっと京都で生まれ育って、京都の大学を卒業された後に住友商事という、まあ、全国規模の企業で働かれた後に、その福岡に、来られたわけなんですが、転機、55歳にして新しい職に就くということ、その時は周りはどんな反応だったんでしょいやー、冷たい、ものすごい冷たい反応で、うか。まずあなた何のために昭和に来たんですかと、昭和乗っ取るんですかとか、なんか変なことをまず言われて、こちら側でも、こちら側も冷たい目で、落とさぬでような。私は住所から来た、ただ唯一単身で、単身っていうのは一人で来た、周りに住所の人間誰もいない、サポートしてくれる人間もいない。それこそ孤軍奮闘っていうかね、そういう環境で、でも、私はやはりそういう住友商事の経験を生かして、昭和鉄工を少しでも良くしようと、もう来た時からなんでこんなことをするんだっていう、もう私から見れば不思議なことだらけだったですね。例えばどういうことがあるんでしょうか。まあ例えば一番印象的なのは、賞与を小切手でくれると、小切手だ、小ボー切ナ手スですで、ね。ボーボーナナススをを小切手でくれると、小切手はそれ銀行持っていったってすぐキャッシュにできないんですよね。あれは2、3日かかるんですよね。発行した銀行も適はくれますけど、なんでこんな不便なことをするんですかって僕は言うと、いや今までこうしてると、もう何を聞いても今ま慣でこう例しで。てると、だからじゃあ振り込みにしたらどうなんですかって、まずいんですかって言ったら、いや問題ありません、じゃあ振り込みにしましょうよ、給料は振り込みだったんですからね。まあそれがまあ一事が万事で、なんでこんなことするんですか。で、
一番、まあ、私としては昭和鉄工に来て、決算の毎月の月次の決算の数字が2ヶ月半遅れてしか出てこない、手作業ですからね、はいはい、だから12月末の決算数字が2月の中旬にならないと出てこない。それじゃあもう3月末の会社の業績がどうなるか分からないのか、予想できない、うん、そうするともし赤字出せないからやっぱり株売ったりいろいろ利益を出してなんとか配当できるように準備しておくと。でいざ蓋開けてみると予想以上に利益が出てて、売ったりしたものが税金、まあ税金払うのは何も問題ないんで税金払うことはいいことなんだけど、払わなくてもいい税金をまあ払うっていうのは資産を売ってね、そういうのはもったいないでしょ。そういうことがあったんで私はやはりコンピューターか、もうこの会社はもう IT 化をしなくちゃいけないということで一生懸命もう来た時から IT 化に取り組んで、蓋を開けてみたら96年1月にもうホームページも開いてこの今の E メールもやってたわけですね。96年って言うと今から10年前、その時 はその時は九州電力も西鉄さんも、はい、まだホームページもなかったですね。福岡ではうちが昭和鉄工がトップだったです。ああそうなんですか、はい、